USB 端子ってなかなか一発で挿せないですよね。どうも皆さんこんにちは。今回は東京都青梅市にある昭和レトロ商品博物館というところに来ています。さて早速中に入ってみましょう。名前の通り昭和の商品がたくさんあるので40代以上かなくらいの人が、見て懐かしいような商品があると思いますので、それも一緒に見ていきましょう。はい、まず目に入ってきたのはカメラですね。一番上の段にある横に細長いカメラ、あーっと切れちゃいましたけども、横にスライドするとレンズが出てくる、そんなカメラでした。遠足の時に友達がよく持ってきてましたね。私はあまり遠足にカメラを持って行ったという記憶がないので、廊下に貼り出された写真、これを注文していました。今でもあのシステムはあるんでしょうかね。オイルライター憧れましたね。タコハイライト、左上にありますね。懐かしいですね。1980年から90年、当時はお酒は飲めなかったのですが、あの缶のデザインはよく覚えてますね。地方に行くと時々見かけていたちっちゃい缶のジュース、不思議と売ってるところはなかなか見たことがないんですけれども、親戚のこのちっちゃいジュースですね、親戚の家なんかに行くとよく出てきましたね。漫画も語り始めると止まらなくなってしまうんですけれども、さすがにここまで来ると私の上の世代になるかな。で、奥に見えてる銀河鉄道999の漫画は、よく読んでました。ちなみに銀河鉄道999は大好きで未だに見ています。このコウメちゃんシリーズってこんなに出てたんですね。コウメちゃんしか知らないです私。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。私が気にしてなかっただけなんですかね。コウメちゃんは絵の感じがすごくいいですよね。おや、どこかの廃墟で見たことあるような写真です。昭和レトロの代表格、駄菓子屋。昭和をモチーフにして作られた施設にはだいたいこの駄菓子屋が入ってますよね。ここでは駄菓子屋の商品は買うことができません。私が知ってる限りですぐに思い出せるのは新横浜にあるラーメン博物館。あそこの駄菓子屋は商品も多くておすすめです。駄菓子屋といえばこの吊り下げの商品、ソフトグライダーなんかよく買いましたね。あとはプロペラがついてゴムをぐる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 回して、あのゴムが団子状になってブルルってなるやつですね。ああいうのもよく買いましたね。あとこの右上に見えてるあのストローで膨らむ風船ってわかりますかね。ポリバルーンとかプラバルーンとか言うんですけれどもね、あれの匂いがちょっと好きでしたね。さて駄菓子屋からデコボコ堂という文房具、昭和の文房具が展示されていましたので、そこをちょっと覗いてみましょう。これね、うちにあったんですけど使い方がよくわからなくてね、確かラジオを聞いてたぐらいしか思い出せません。一番左はロータリー式のチェックライター、まあ小学生の時には使わなかったですけれどもね。奥に見えている鉛筆のセット、新しく買ったこの鉛筆のセットっていうのが嬉しかったですね。ペンもなんかだんだんおかしな方向になってきて、ロケット鉛筆とかなんかいろいろありましたよね。あとはクーピーとかクレパス、クーピーって覚えてますか。色鉛筆とクレヨンの中間ぐらいのやつですね。すいません、40代以上の方を対象に喋ってました。ここでですね、隣で見ていたおばちゃんたちがとても楽しそうに話していたんですね。あら、ごめんなさい、声入っちゃったかしら、なんて言ってたんですけれども、いえいえ全然大丈夫ですよ、動画に声載せちゃっても大丈夫ですかって聞いたら、いいですよなんて言ってくれたんで、ちょっとその楽しそうな声を聞きながら次のところを見てみたいと思います。がっつり入ってましたね、声が。私より2世代ぐらい上の方だったかな。でも楽しそうな話を聞いてね、こっちもなんかちょっと嬉しくなっちゃいました。おもちゃとか生活用品が置いてあるコーナーですね。ソフビとかヨーヨーが置いてあります。ヨーヨーはね、小学校の時流行ったんですよ。コカ・コーラ、スプライトの絵柄のヨーヨー、これが流行ったんですね。確かね、当時ロサンゼルスオリンピックかなんかがやってた年、このぐらいの年にこのヨーヨーが流行りましたね。
あとはそのシート、レコードみたいな赤いペラペラのやつですね。カラーのなめ猫、これも昭和アイテムの代表格ですね。持ってた方も多いんじゃないでしょうか。続いては昭和36年のタバコの値段ですね。ちょっと見てみましょう。今でも残ってるタバコはピース50本入り、これ缶ピーですね。50本の缶に入ったピース、缶ピーですね。それに10本入り、あとショートホープ、ハイライト、そんなところでしょうかね。ゴールデンパッドは2019年に発売が終了してますよね。では実際のタバコのパッケージを見ていきましょう。目につくところからいきますと、このマイルドセブン、これは2013年にメビウスという名前に変わりましたね。2013年、だいぶ前ですね。どうもこのマイルドセブンの名前の方が馴染みが深いです。私の周りで吸ってる人たちにもマイルドセブンは一番人気でしたね。それからピースとホープ、キャビンなんて懐かしいと思う人多いんじゃないでしょうかね。日本タバコの主力製品、ラークの対抗品として販売されました。隠し味にラム酒なんかを使っていたそうですね。キャビンプレステージなんていう上位品なんかも売られていました。それから懐かしいタバコの話になると、大体出てくるのがこのチェリーというタバコですね。キャスターマイルドにフィリップモリス、ラーク、モア、セブンスター、セッターとか言ってましたよね。サムタイム、セーラムライト、ピース、エコー、ウィンストン、マルボロ、あとは中南海なんてのもありましたね。右上の方にラッキーストライク、なんか名前を聞いただけで懐かしいものが結構ありますね。メンソールを吸ってる人たちはこのサムタイムかセーラムライトに分かれてましたね。私はどちらかというとフィジカルな感じのするサムタイム派でした。コカ・コーラ製品の場所にやってきました。コカ・コーラの缶のデザインっていうのがこれだけものすごくいっぱいあるんですね。瓶の種類もたくさんありますし、グッズも多いですね。そしてこういうのを集めたコレクターの方も結構いらっしゃるそうです。種類があればそこにはコレクターがいるんですね。さあ、おもちゃのところにやってきました。クイズダービー、原平に2点、さあ何点でしょう。そう、原平さんに3000点ですね。もう分かる人にしか分からないですね、ここまで来ると。そしてその原平さんなんですけれども、2006年に肝臓がんのため63歳で亡くなられています。ベーゴマにメンコ、金消しなんてのもありますね。メンコがあって、その上にあんのもメンコかと思ったら、これ牛乳瓶の蓋ですね。それから奥のそのクイズダービーの下にある筋肉マン消しゴム、金消し、金消し、数消し、びっくりマン、これ流行りましたね。ちなみに数消しっていうのはスーパーカー消しゴムの略です。場所によってはカー消しとも呼ばれてました。まあ、消しゴムなんですけども、それで消そうとすると真っ黒になってしまうという消しゴムでした。なんて言ってる間に、コーナーは変わりました。今でも残ってるロングセラー商品ということで今流れています。さっきちらっと映ったんですけれども、石鹸、箱の石鹸を開ける瞬間ってなんかいいですよね。まあ私だけかもしれないですけど、あの箱の石鹸を開ける瞬間、これね、なんか好きなんですよ。あとはデザイン変わっても今でも売ってるものとか結構ありますね。あとは復刻版、復刻版もなんか最近結構あったりしますね。梅昆布茶 SB、 これ宮古昆布にココアシガレット、サクマ式ドロップ、今でも売られてる商品が多いですね。そして薬屋さんはですね、デザインが古いとちょっと私にはわからないですね。詳しくないですね、ごめんなさい。パッと見てこの中でわかるとしたら、この大谷さんと奥に見えている佐藤製薬のキャラクター、佐藤ちゃんぐらいですかね。これは商品とはちょっと違いますけど、学校に置いてあったオルガンですね。この黒い鍵盤のところだけ使って、てててててててれれなんてやってましたね。こちらの機械、何をする機械かというと、自分の生年月日を入力すると、その日の新聞が印刷されて出てくるそうです。こちら2階もあるんですけれども、2階は雪女の部屋と書いてありました。すいません、興味がなくて行きませんでした。はい、ということで、こちらの施設をざっと紹介してきました。ちょっと早足でしたけれども。こちらの施設は青梅駅から徒歩5分、金土日祝日の10時から17時まで開館しております。詳しくはツイッターなどで確認することができます。入館料は350円。近くに昭和幻冬館という施設もあります。こちらとの合わせての共通券が500円になっております。そして青梅に来たらもう一軒見てほしいところがあるんですけれども、それがこちら昭和レトロ商品博物館から徒歩15分ほど、こちらのですね、 JR 東日本青梅鉄道公園っていうところがあるんです。ここはですね、入園料100円なんですけれども、その割には貴重な機関車、蒸気機関車とかですね、結構置いてあるんですよ。
で、これのですね、詳しい動画別に上がっておりますので、もしよろしければそちらの方もご覧ください。ちょっと最後甘噛みしてしまいましたけれども、はい、ということで今回の動画はここまでになります。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。